ケイニヒビルヘルムはプロイセン王国海軍及びドイツ帝国海軍の原則訪問総甲艦である。本級はプロイセン王国海軍がイギリスのテムズ鉄鋼造船所に発注した総甲艦である。元はオスマン帝国海軍向けに設計されたファーティフであったがプロイセン王国が取得した。ドイツ帝国誕生後はその海軍に所属が移った。竣工当時の ケイニヒビルヘルム。煙突は船内に伸縮されている。近代化改装後のケイニヒビルヘルム。武装、装甲配置を示した図。船体の基本形状は、艦首水面下に昇格を持つ平ら板型船体に3本の搬送用マストを立て、船体中央部には、搬送時には船体に引き込める日本煙突が立ち、間には操打環境が設けられていた。 全体内部には 150mm から 203mm にもなる装甲板をリベットで組み立てた方角があり、甲板状に突き出るように厚さ 170mm にもなる筆箱状のバーベットが前後に一つずつ設けられ、内部には 21cm 方が単装方がで2機ずつ配置され、端部に開けられた方門で2回を得る工夫であった。原則の方門部には、 片言9箇所の訪問が開けられ、方角内の24センチメートル砲を、片言9基ずつ、計18基を配置した。1890年代に近代化改装を受けた、折にボイラーを乾燥して、搬送設備は全廃し、見張り所を持つ前後マストとなった。ありがとうございます。